液体無比 S キャンペーンであたるオリジナルリングノートの魅力とは、平野翔さんの笑顔とともに楽しむ液体無比 S キャンペーンの魅力。夏の終わりが近づく中、友人の勧めで私は初めて液体無比 S のキャンペーンに応募することにしました。夏の暑さとともに、蚊に刺されることが増え、無比が欠かせない存在となっていたため、このキャンペーンには特に興味を持っていました。キャンペーンの内容は、 三千名様にオリジナルデザインのリングノートが当たるというものです。応募方法はシンプルで、公式アカウントをフォローし、指定の投稿をリポストするだけです。この応募方法の簡単さと、素敵なリングノートがもらえるという魅力に惹かれ、私はすぐに応募しました。このキャンペーンに参加することで、私は夏の日常に新たな楽しみを見つけました。毎週月曜の朝、 公式アカウントから届くお知らせとともに、私はリポストを続け、当選を心待ちにしていました。特に印象的だったのは、平野翔さんの爽やかな写真です。彼の笑顔は、酷暑の中でも私の心を癒してくれました。リングノートが当たるかどうかはわかりませんが、このキャンペーンを通じて得られた喜びは、すでに私の日常を豊かにしてくれています。私が応募を続ける理由の一つに、 友人たちとのつながりがありりあます友人たちも同じキャンペーンに参加しており、お互いにリポストし合ったり、当選の可能性について話し合ったりしています。こうしたやり取りが、私たちの友情をさらに深めてくれました。また、友人たちと一緒に過ごす時間が増えたことで、夏の思い出がさらに色鮮やかになりました。無比を使って蚊に刺される痒みを抑えながら、友人たちと笑い合う時間は、 何物にも買い,がたい宝物です無費のキャンペーンがもたらす楽しみは単なる商品の当選だけではありません私はこのキャンペーンを通じて SNS の使い方についても学びました普段はあまり活用していなかったリポスト機能やハッシュタグの重要性について理解が深まりました特に「ハッシュタグ僕らの夏は液体無費 S」というハッシュタグを使うことで他の参加者とのつながりが生まれました SNS 上でのやりとりが、私の日常に新たなエネルギーをもたらしてくれました。液体無比 S のキャンペーンは、夏の風物詩となりつつあります。今年も無比を使って、蚊に刺されたかゆみを抑えながら、楽しい夏を過ごすことができました。特に印象的だったのは、夏祭りでのエピソードです。友人と一緒に訪れた夏祭りでは、たくさんの蚊に刺されましたが、 持参した液体無比のおかげで痒みをすぐに抑えることができました。この経験から、無比は夏の必需品であることを再確認しました。キャンペーンを通じて、私は多くの新しいことを学びました。その一つが、平野翔さんの存在です。彼の爽やかな笑顔と、無比の効果を実感することで、私は彼に対する尊敬の念を抱くようになりました。彼の CM を見るたびに、 私は無比を手に取り、その効果を実感しています。彼の存在が、私の日常をさらに豊かにしてくれています。夏の終わりが近づく中、私はこれまでのキャンペーンの体験を振り返りながら、新たなシーズンを迎える準備をしています。無比のキャンペーンは、単なる商品の当選を目指すだけでなく、私の日常に新たな楽しみと学びをもたらしてくれました。これからも、 このようなキャンペーンを通じて日常の中に新たな発見と喜びを見つけていきたいと思います。最後にこのキャンペーンに参加して感じたことを一つお伝えしたいと思います。それは何気ない日常の中にも楽しみや学びがたくさんあるということです。無比のキャンペーンを通じて私は多くの新しいことを経験し学びました。この経験を通じて 私は日常の中にある小さな幸せを大切にすることの重要性を再認識しましたこれからも日常の中にある小さな幸せを見つけながら楽しい日々を過ごしていきたいと思いますそしてこのキャンペーンを通じて得られたつながりや学びを大切にしながら次のシーズンも楽しみたいと思います無比の効果を実感しながら平野翔さんの CM を楽しむことは 私の日常をさらにに豊かししてくれるでしょうこのキャンペーンに参加している皆さんも同じような楽しみと学びを得ていることでしょうこれからも無比のキャンペーンを通じて新たな発見と喜びを見つけていきましょう夏の終わりが近づく中で感じる少しの寂しさと新たなシーズンへの期待この二つの感情を抱きながら私は日常を過ごしています 無比のキャンペーンがもたらす楽しみと学びを大切にしながら、これからも新たな発見と喜びを見つけていきたいと思います。あなたも、このキャンペーンを通じて得られる楽しみと学びを大切にしながら、日常の中にある小さな幸せを見つけてください。そして、新たなシーズンを迎える準備をしながら、日常の中にある楽しみを見つけていきましょう。このキャンペーンを通じて、 私は多くの新ししいことを学びました。平野翔さんの存在、SNS の使い方、そして友人とのつながり、これらの学びを大切にしながら、私は新たなシーズンを迎える準備をしています。これからも、日常の中にある小さな幸せを見つけながら、楽しい日々を過ごしていきたいと思います。そして、あなたもこのキャンペーンを通じて得られる楽しみと学びを大切にしながら、 新たな発見見と喜びを見つけてください日常の中にある小さな幸せを見つけながら、新たなシーズンを迎える準備をしましょう。このキャンペーンに参加して感じたこと、それは何気ない日常の中にも、楽しみや学びがたくさんあるということです。無比のキャンペーンを通じて、私は多くの新しいことを経験し、学びました。この経験を通じて、 私は日常の中にある小さな幸せを大切にすることの重要性を再認識しました。これからも日常の中にある小さな幸せを見つけながら楽しい日々を過ごしていきたいと思います。そして、このキャンペーンを通じて得られたつながりや学びを大切にしながら次のシーズンも楽しみたいと思います。最後に、このキャンペーンに参加して感じたことを一つお伝えしたいと思います。それは、 何気ない日常の中にも楽しみや学びがたくさんあるということです。無比のキャンペーンを通じて私は多くの新しいことを経験し学びました。この経験を通じて私は日常の中にある小さな幸せを大切にすることの重要性を再認識しました。これからも日常の中にある小さな幸せを見つけながら楽しい日々を過ごしていきたいと思います。そして、 このキャンペーンを通じて得られたつながりや学びを大切にしながら、次のシーズンも楽しみたいと思います。私は平野翔さんの存在に惹かれました。彼の CM は単なる広告以上のものを私たちに提供してくれます。彼の笑顔や姿勢は、ただのプロモーションではなく、私たちにポジティブなエネルギーを与えてくれます。毎週月曜日の朝に届く彼の新しい投稿は、 私ののの日常のルーチンの一部となり月曜日の憂鬱を少しでも軽減してくれました。彼の影響は私だけでなく、多くのファンにとっても同様であり、SNS 上でのコメントやリポストを見るたびに、彼がどれほど多くの人々に喜びをもたらしているのかを感じます。また、このキャンペーンを通じて、私は SNS の力についても考える機会を得ました。 SNS は単なる情報発信のツールにとどまらず、人々をつなげる強力な手段であることを実感しました。リポストやコメントを通じて、私たちは同じ興味や関心を持つ人々とつながり、コミュニティを形成することができます。特に、「ハッシュタグ僕らの夏は液体無比エス」のハッシュタグを通じて、多くの参加者と交流することができ、共感や励ましのメッセージを受け取ることができました。 このようなつながりが私たちの日常において大きな意味を持つことを改めて認識しました。さらに私はこのキャンペーンを通じて広告やプロモーションの新しい形態についても考えるようになりました。従来の一方向的な広告ではなく参加型のキャンペーンを通じて消費者との双方向のコミュニケーションが実現されます。このようなアプローチは 消費者にとっても企業にとってもメリットが大きいと感じました。消費者は商品やサービスに対する理解を深め、企業は消費者の声を直接聞くことができるため、より良い商品開発やマーケティング戦略を立てることができます。